こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は、ロフト限定スマッシュのペンケースを使った、筆箱紹介ということで、まあ前回ちょっと緑色に特化した、ペン紹介みたいなのをしてみたので、今回はちょっとこの盛りだくさんな、スマッシュのペンケースに、まあたっぷりいろいろ入れてみて、それを紹介していきたいなと思います。では行ってみましょう。ではまず中身なんですけど、まあ一本ずつ折っていってみましょうか。まあ最初に出てきたんで、これね、軸がちょっとなかなか可愛らしい、アスクル限定のオプテックスワン。これちょっと気に入ってます。こちらのイエローとグリーン。それから、贅沢に、クリップオンマルチ。それから、マルチペンは、モノグラフマルチも一緒に入れてみました。で、この流れで、モノグラフゼロ。それから、シャーペンは、こちら、デルガードですね。デルガードも入れてみました。あ、それと蛍光ペンの予備みたいな形で、まあ、これちょっと使い方違うんで、まあ、いいかなと思って、テキストサーフゲルを入れてみました。まあ、ちょっとおしゃれなのをちょっと目指して入れてみました。で、それに合わせるように一応、ステッドラーの925の65をチョイスしてみました。それからシャーペンまだまだ、カラーフライトの 0.3mm。それから、こちら、レックスグリップの 0.3mm。まあ、だから 0.3mm と 0.5mm の2本立てっていう形になりますね。それとこちら、レトリコの、ビビットイエローかな。ビビットグリーンかな。になります。それから、定規は、これ、くつわでしたね。くつわの、定規と、それからクムの定規も入れてます。から消しゴムも、ちょっとこう、おしゃれなとこ狙って、このミランの消しゴムと、それからレーダーのミニをちょっと入れてみてます。ちょっと前回も紹介させてもらったんですけど、まあ、修正テープですね。ということで、まあこれでもね、まだたっぷり余裕があったんで、まあ他のものもちょっと入れてみようかなって思って、一応候補として挙げてるのが、こちらですね。サラサドライ。これがね、まためちゃくちゃ書きやすくて、まあ黒文字出るんですけど、それと今回は王道の、ジェットストリームの 0.7 ミリの緑軸をチョイスしてみました。これも入るんですよね、これも。まあ最後まで迷ったのがこのエナージェルフォークレナのダークブルー、ダークグリーン系のカラーなんですけど、まあ、ここ3本が、黒ペンが出るっていうような形で、まあ、あとはもうマルチペンでちょっと対応しようかなっていうふうには思ってます。これがね、また結構入っちゃうんですね。これ3本入れても多分問題ないとは思いますわ。これ3本入れて、それから、蛍光ペンも3本。あら、マルチペンが2本。と、シャーペンが、6本も入ってるっていうような形になります。めちゃくちゃ入りますよね。それから、刺しも2本と、さらに、これ消しゴムと、消しゴム2個と、それから修正テープまで入っちゃうっていうような形になります。ね、これでもまだまだ余裕あるんで、もう任してくれみたいな感じですね。これにさらにカラーペン入れても大丈夫なんじゃないかなっていうぐらいですね。まあちょっとおしゃれなとこ狙うなら、ツタヤ書店限定のこのヘデラっていうカラーペン。これも軸が、これもグリーンと、結構、こちらグリーンと黄緑とカラーインクなんで、カラーインクも2本入れても、それでもまだまだこんな余裕ありますね。まだ5本ぐらいいけそうな感じなんですけど、まあこれぐらいっていう感じですね。うん。これでもまだまだちょっと、まだまだもう2、3本はちょっと余裕あるかな。ということで、今回の、筆箱紹介は、このスマッシュの、これ大容量筆ペンケースに、めっちゃ緑の、文房具を入れてみたっていうような感じになります。ということで、結果こんな感じに仕上がりました。蛍光ペンが3本。だからマルチペンが2本。だからシャープペンシルが6本。だからカラーインクのボールペンが2本。だから黒インクのボールペンが3本の16本。
それに、定規が2本と、それから消しゴム2つと、修正テープが1個。という、かなりの大容量になりました。で、これまあ、全部この緑系で揃えてみて、まあ、さらにこのちょっと海外のミランの消しゴムであったり、セットラーの、シャーペンであったり、テキストサーフゲル、ステットラーの蛍光ペンあったり、ちょっとなかなかおしゃれな感じを演出してみました。ということで、今回は、緑の文房具を集めてみたっていう感じで、ペンテルのスマッシュの、これスマッシュ柄。スマッシュ柄のペンケースやのになぜスマッシュないねんって話なんですけど、まあそこはそこでいいとして、緑の文房具で集めたペンケースを作ってみました。まあ、また限定品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。